どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はアーティストの好きな曲トップ10ではなくトップ5でございます。えー、アーティストはウーアですね。はい、UA と書いてウーアですね。えっ、ー、と、ウーアは、まあ、そんなに僕はすごくファンでもないので、あれなんですけど、まあ、曲はある程度知っていて、えー、あ、いいなっていう曲もあったので、ちょっとランキングにしてみようかなと。 思います。はい。僕が選ぶ、うーわの好きな曲トップ5を、えー、発信しようかなと思います。はい。まずは第5位。これはですね、ラブシーンという曲です。はい。まあ、あのー、すごく優しい感じというか、えー、穏やかな空気がずっと漂っているこのメロディーライン、えー、全体的なこうバックミュージック、えー、そういうところで、えー、好きですね、まあ。サビのメロディーラインもすごく、えー いい感じに仕上がっていて、えー、曲としてのその、まあ、盛り上がりというか、際立ち方もしっかりされてるので、好きな曲です。はい。4位。4位はですね、情熱という曲ですね。はい。この曲で、まあ、ウーアを知った人は多いんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、調べたら3枚目のシングルだったかな確か。あ、4枚目かな。きっと涙は音もなく流れるけれど、ですね。まあ、ウーアといえば、みたいな感じはちょっとありますけど、 うん。まあ、かっこいい曲だなと思います。うん。ウーアの、まあ、あの独特な声の感じが、えー、このメロディーラインというか、この情熱という曲にすごくぴったり合ってるなっていうので、すごくしっくりくる曲というところで好きですね。はい。4位は情熱です。3位。3位はですね、甘い運命という曲です。はい。あの、サビに入る展開が結構面白いんですよね。うん。で、すごく、まあ、バックミュージックもそうですけど、 甘い感じがすごく、ポーンっていう感じが <laughs> すごく合ってて。で、その A メロ、B メロの部分からのあのサビの展開が結構意外性があって、で、サビのメロディーでも面白くて、うんあ、いいなーっていう感じで、こう聞いてたい曲ですね。ドライブでね、ウーアー聞くと多分眠くなると思うんで <laughs>、あんまりおすすめはできないなと思うんですけど、うん、家でまったりするときに聞いてたい曲ですね、ウーアーって。僕の中ではですよ、あくまでも。 はい。3位は甘い運命です。はい。2位。2はですね、愛をあらわにという曲ですね。はい。全体的に静かなんですよ、この曲って。最初から。で、サビで、ブワってくるような感じなんですよね。で、まあ僕そういう曲が結構好きなので、もともと。だからこの曲聴いた時に、ああ、すごくいいなっていうふうに思って。うん。で、まあ、じっくり主を見てるわけじゃないんですけど、この曲は。 えー、また、あ、平和をちょっと言ってるような、えー、雰囲気が出てて、すごく壮大なテーマがある風にも捉えられて合ってるなぁと思いながら、うん、聴いてました。はい、すごくいい曲です。2位は愛をあらわにです。1、1位はですね、悲しみジョニーですね。はい。僕の中でウーアが一番しっくりくるんですよ、この曲。なんか、めっちゃ合ってると思って。<laughs> 悲しみジョニーあの、 マイナーコードだと思うんですよね。調べてないけど。なんかすごいウーアーらしいなっていう。こう、ちょっと悲しさ、切なさ、後ろめたさみたいなところが、こう、含まれているような曲がウーアーのその声っていうか、にはとても合ってるなと個人的には思っていて、まあ、悲しみ上ーがすごくそれに、あの、マッチしてるかなというところで、えー、大変好きな曲ですね。 はい。以上でございます。はい。僕が思う、えー、ウーアの好きな曲トップ5はこんな感じでございまし、共感される方は、えー、高評価、意見ものを申したい方はコメントなどいただけたらなと思います。あの、へいへいへいに出てた時のウーアがすごく印象的だったっていうのは覚えてるんですけど、あの、歌ってる時とはまたちょっと違っていて、すごく明るくて、なんか誰とでも友達になれそうな雰囲気が出てて、ダウンタウンドの絡みがすごく良かったんですよね。お大阪のおばちゃんみたいな感じもあったんですけど、 で、ハマちゃんがその時に、ウーアを呼ぶ時に、ウーアっ,って言ってたのがすごい覚えてます。ウ <laughs> ーアみたいな。<laughs> なんでわざわざそういう言い方するんだろうっていうね。<laughs> それぐらいですかね。<laughs> ウーアのエピソード。<laughs> 今、カナダに住んでるみたいですよ。えー、ネット情報では、はい。4人子供がいて。あ、で、あの、ちょっと前に僕喋った、今の国のアリスに出てた村上、に、え、じ、ー、郎くん、にじさんがウーアの長男だっていう。 子供だったんですね。うん。びっくりでした。はい。知らなかったから。です。以上でございます。聞いてくれてありがとうございました。二次論戦終わりたいと思います。さようなら。